さな町の小さな病院に僕は入り口を見つけ、この世界に足を踏み出した。それからどれぐらい時間が過ぎたんだろう。ずっと歩き続けてきて、走ったり立ち止まったり、ずっと眠っていたり、ただ足の裏側にアスファルトの熱さを感じながら、そう僕は話のダイリーをずっとそう拾い集めてきたんだ。見えてたものが見えなくなり、感じてたことを感じなくなり、手にしたものが指先からすり抜けたり、でも意識しなかったことを胸の奥で感じたり、見失っていたものをまた取り戻したり、忘れてたものをふと目の前に見つけたりすることもあったんだ。少しだけ笑いを覚え、少しだけ涙を抑え、少しだけ怒りを隠し、少しだけ俺ずっと忘れられない風景、鳥の声が知らせる木の実の在りかは、確かに彼の喜びを静かにいつの間にかに星空に運ぶ深い呼吸のサウンドバック、一人ずつそのスピード